NPO 法人誰でもヒーロー理事長の内山純子です。私たちはフィリピンセブ島で貧困層の子どもたちに教育支援をする団体です。私たちは全ての子どもたちが夢と希望を持ち、努力が正当に報われる社会を実現するために、ここフィリピンで活動を続けております。私たちは大きく分けて3つの活動を行っております。1つが小学生に対する支援。もう1つが地域支援。 さらに文化交流事業です。それぞれ様々な活動を行っておりますが、私たちが最終的に目指しているのは貧困問題の根本解決です。私たちの強みとしまして、私たちが支援する小学生は、決して貧しい、かわいそうな、恵まれない子どもたちではないということです。私たちが支援している子どもたちは、やる気があって、志が高く、さらに能力が高い子どもたちです。 その子供たちに徹底的な教育支援を行うことによって、貧困層が決して今まで叶えることができなかった様々な夢を実現しています。そういった中で、彼らが自分たちの個人の夢を叶えるだけではなく、貧困層のさらに地域、この国の希望となれるように私たちは活動を行っています。さらに私たちは現地の行政であったり、地域の方々との連携が非常に強く、 多くの方たちとの連携を行いながら活動を進めておりますさらに現地に日本人スタッフさらに日本人インターンが在住することによって日々の様々な活動を SNS を使って配信していますしかしながら現在日本で有給上勤スタッフがいないため日本での方法活動が全くできていない状態にあります 皆さんのご指導をいただきながら、日本での様々な広報活動を進めることによって、より多くの子どもたちに教育を受けるチャンスを提供していきたいと思っています。